皆さんおはようございます。もうすぐあの季節がやってきますね。そう、夏、私の季節がいよいよやってきます。ということで私、夏に向けて新たな部活を作ってしまいました。紹介します。登山部です。パチパチパチ。いや、やっぱり夏といえばこうアクティブ、太陽の下でこうハイキングとか登山って楽しいじゃないですか。まあ山ガールも流行ってるし、アイドリングもその波にちょっと乗っかっちゃおうよみたいな感じで、まあ新たなジャンルに挑戦しようということで今回この部活を設立いたしました。そして大人数いるメンバーの中から厳選して私が部員を選びました。紹介します。どうぞ。こういうテンションなの、ずっと初めて見ましたよ。すんごい緩いんだけど。どうも、始まりました。いやいや、あのさ、朝だし、朝さっき着いてちょっとまだ眠いんだよ。じゃあみんなもテンション低くないですか。みんな選ばれしものよ。いやいやいや、だってね、こんな山登りイエーみたいな感じでは。なんでこのメンバーなんですか。じゃあみんななんか腑に落ちてないみたいだから説明しますけど、まずゆうなは元気がある。ざっくり言わんちゃん元気がある。やっぱりほら登山って長い道のりでしょ。だから途中でこう疲れちゃったりするじゃない。もうくじけそうな時にゆうながこうみんなを盛り上げてわってなって、みんなでよし登ろうってなる要因。多分皆さんならないと思いますよ。逆に嫌いみたいな感じで、元気要因。元気は途中うざくなると疲れた時に、いやうざくなんない元気さで、はい、お願いしたいなって思ってて、でラムちゃんは負けず嫌いで根性がありますので、確かにやっぱね、長い道のりを耐えるにはその根性とかこう何気難がこう何こう耐えられるのが必要なんですよ。でね、登れなかったら登れないで、もうそんな自分嫌だと思ってこう、はい、何でも登ろうとするじゃないですか。何でも登ろうとするのはちょっとおかしいじゃん。何が何でも、何が何でもあいつまた何か登ってる。登れない自分に悔しくて登るみたいな、バレにして。その要因達成できそうだなっていう感じ。そうラムちゃんなら一人で持っちゃうから。もう置いてくるから。そう負けず嫌いなんで、いいことですね、はい、勝っていただいて自分に。なんか嬉しい。ちょっと、はい、もう強いからちょっとクマが出てきた時ちょっと勝っていただいて。すごくやばい。頑張ります。はい、そして最後梅子。梅子気になる。梅子のポイントが実はあの厳選する中で一番大事なんです。嬉しい。何だろう。何、はい、梅子はスケジュールが空いてる。ちょっと待って。さすが先輩。確かに。おい、一生懸命この日に合わせたスケジュール組んできたよ、ね、本当に。暇じゃないから。そう、まあ、梅子スケジュール OK ですみたいな感じだったんで、あ、じゃあ梅子ちょっと愉快な女の子かな。いきなりよ。すごいね。まあ、梅子は、まあ、静岡出身なんで、私はね、あのゆくゆく富士山に登りたいんですよ。ちょっと待って。何これ。ダメだこれ。今日もめっちゃ梅子が消えました。梅子は、まあ、まあそんなこと言ってますけど、やっぱ静岡出身なので富士山あるじゃないですか。この登山部の最終目標富士山です。やっぱりほら世界遺産にもなって日本人として一回は登った方がいいと思う。登ってみたいですよね。で今から富士山登ればいいの。ダメダメダメ、それはね、山を舐めすぎです。はい、今山舐めポイント1ですからね。え、何ですかポイント。何ですかポイント。ポイント今日は、今日はっていうかこの部活には山舐めポイントがあって、やっぱ山は危険なの。綺麗な。そうですね。そうだから山を舐めた発言、こう危険な発言をしたら山舐めポイント1で、今日一日中このポイントつきまといますから、ね、やだ。で、5溜まった人はなんか罰ゲームが。梅子なんか用しかないじゃないですか。早くないですか。まだ登ってもないですけど。まだ出発してないんだけど。山並み覚えといて。わかりました。ポイントやだな。つけないと。なんかでも今回気合入ってますね。なんかすごい山に関してあれでしょ、フットサル部とゴルフ部。
全部中途半端だよね。そうなのよ。今富士山って言ったけどさ、いや、目標立ててるけど、あのね、メンバーのやっぱ厳選が悪かった。だっていや、だってフットサルとかもっとできる子いたもん。あれはダメだよ。ダメだったか。ダメだ。それ言われたくないですね。うん、頑張りたいじゃん。だから このメンバーは、うん、ちょっともうが期待してるんで。わかりました。一緒に登りましょう。頑張ります。はい、ということで、じゃあ早速、はい、行きます。はい。行きます。行きました。はい。今ここ高尾山口駅。はい。はい、初めて来た。初めて来た。一番下のところ、はい、現在一番下、はい、そう、はい、で、はい、そっからケーブルカーに乗って、はい、上の 599m の山頂を目指してみんなで登ります。はい、なんかちょっと楽しくなってきました。でしょ。私的になんかピッとおかしな。しかも口に刺されるプロだからね。ちょっとアレンジしていきたいと思います。気をつけて、はい、でもなんかいいよね、あの山登り日和だよね。今日いい天気ですね。あそこもなんか寒くもなくね。みんなでじゃあ力を合わせて登りましょう。頑張ります。はい、いっぱいお店あるんだね。かわいい。すごい、見てくる焼き団子。焼き団子すごい。食べたい。腹ごしらえして。はい、すごい。なるとすっごい食べるの。じゃあゆうな行っとく。え行かないんですか。全員みんな行く。二人行きます。うん。じゃあ食べる。あ、やった。え、炭で焼いてるんですか。炭で焼いてます。初めて見た。すごい。初めて見た。すごい。すごい。なんか楽しい。なんか楽しい。すごい。本当に団子？うん。おいしい。すごい。砂糖名物なんか、うん、中に味がすっごい染みてるから、しかもね、垂れないのがいいね。あ、確かに、うん、でも味はすごいしっかりしてる。おいしい。うん、うん、本当だ。なんか普通の団子と違いますね。弾力がちょっとあります。お腹たまりそう。めっちゃ美味しい。本当だ。もちもちなんだけど。どうもちもち美味しい。いただきます。あ、たまらん。うん、美味しい。美味しい。これ美味しい。え、見てくれ、あれどこじゃないですか。あいつですよね。すごい。あいつじゃないですか。すごい、これですね。あいつだな。目印だね。このお店の目印。目印。いや、駅から行く前から。なんかすごい。すごい。超楽しい。入り口で止まってたの、この集団だけだった。そうだよね、うん。みんな山目指してるのに。何これ。イタリアンレストラン。イタリアンレストラン。もうみんな食に食いつく食いつく。え、すごい。美味しそう。なんか、いろんな店あるんですね。ね。行きます。でもまだ山じゃないんですか。まだですね。楽しみ。どうしよう。どうぞ。てかまだ山自体私たち見てないですからね。そうだよね。高尾山見てない。いいね、緑に囲まれてて。いい、落ち着きますね。最近都会に染まってきちゃったかな私。梅子さん、ごめんなさい、見たことないです。またどこ。すいません、見たことないです。見たことないです。同じくじゃないで、一番馴染んでるよね、今日。今日いいですね。地元ですかっていう。どうしよう、複雑な気持ち。うん、何が有名なんですかね、高尾さんって。一番。これ高尾まんじゅうとか。あ、食べ物食べ物ね。びっくりした。やっぱり。高尾さんは高尾さんだよって。名物。そうですよね。山登るの私小学生以来です。本当、遠足の時に大山っていう山に登ったんですけど、それ以来。私実は山登るの初めて。初めて、おめでとう。初めて。デビューだ。デビュー。
本当に登ったことなくて、小学校の時とかも遠足とかでもなかったです、山登るの。本当にすごい。ないの？ないんですよ。なんかでもアスレチックみたいな大きい公園があって、普通に駅からもう片道1時間とかそういうのしか行ったことないから、山登るっていうのはなかった。割ときつそう。登ったしないよやっぱり。いや、いいよね。え、まさかさ一番最後登った道ですか？去年だよ。一番ベテランな感じ。一番夏の暑い時期に。いや、わかんないよ。なんか山、山、いきなり山に連れて行かれてよ。登山マラソンだよ。そう、やられてましたね。てるわ。そうだよ。梅子すごい過酷なのでもしてるよね。そうだね。あと滝浴びた時もちゃんと山登ったしね。滝？滝も浴びた。浴びてみたい。月間かな。すごいね。梅子体張ってる。なんかさ、すごいんだけど、この景色なんかいい。いいね。あの建物もさ、こう風情ある感じで。梅子さん、あの杖とか大丈夫ですか？いる？はい、杖？なんか腰とかこうあーみたいな時とか。一応念のためとか大丈夫ですか？一応まだ24歳だ。杖いる？あ、すごい。使いやすい。意外とピンとしちゃったから。すごくない？意外とね、片手団子。昔こうナオとの山登り行った時があって、ナオのおばあちゃんが買ってた。おばあちゃんよ。じゃあ行っときます。おー、ね、だからいいよ、私はこれを使ってスムーズに行くけど、疲れたら貸してあげる。みんな交代で。そう、これにして。これ思い出ないよね。ちょっと軽いやつで。もっと転がりますし、ね、そうね、使えますよね、山で。ガッと、うん、やばいじゃない、もう日常使えるもんこれ。一回どうしよう、今度からフジテレビにさ、これで来てたら。ありがとうございます。なんで買っちゃったんだろうって、あの時で思うよ。でも絶対忘れ物したら絶対小梅子さんって分かる。確かに、そうだね。カサカサ怒られる。でもさ、忘れ物してたよ、杖っていう。あ、店員さん、この方いくつぐらいに見えますか？いいんですよ、つい20歳。20歳。やだ、そんなことないよ。すいません。やっぱちょっとさ、みんなこう上に見る、いや若い子に囲まれちゃうとこうなっちゃうけどさ、やっぱ個人的には綺麗なんだろうな。もう無理だよ、この姿は。絵面がやばいです今。なんか疲れてますね、今日初なのに。すごくいい。持ってますね、邪魔になってます。はい、今からエコーリフトというのにみんなで乗ります。なるほど、エコーリフト。はい。え、ケーブルカー大好き。だからエコーリフトに乗るんだって。聞いてた？今改めて大きな声でみんなに言ったんだけど。聞いてた？ね、部長が言ったんだよ、部長が。これあれじゃないですか、山なめポイント。あ、山なめポイント1だよ。5ポイントでありますからね。さあ、それでは乗りますよ、皆さん。やった、すごい。これ結構な階段じゃない？もうめこだ。大丈夫ですか？正解だよこれ。正解ですよ。なんか結構きつい。いや結構ずい。これは足に来るね、きっと。てか私たち本当相当遅いみたいですよ。なんか相当遅い。ちょっとドキドキするんですけど、ね、いやどうしよう。どっち？こう？うわうわ、怖いよ。すごいすごい。すごいすごいね。すごい、なんかいい、なんかマイナ
水温出てる感じ。いいね。このまま乗って山頂まで行きたいね。理想言えば、ね、うん、このままね、景色見ながら。降りてくる人たちはさ、うん、もう登ったのかな。うん、早くない？だから朝のうちに行っといて。そっか。で降りてご飯食べようみたいな。すごいね、なんか山登りって、うん、ちっちゃい時のイメージあったけど、うん、こう元気にガツガツ、うん、行くイメージだったけど、大人でも楽しめるんだね。だからここのリフトしっとりしてる。そう、なんかさ、なんか良くない？大人の山登りすごいいいかも。え、待って待って、すごい上まで行くってこと？本当だ。え？え、どうする？ワクワクしてきちゃったんだけど。怖いんですけど、結構急じゃない？この先。いいね、大人の山登りとか行ってられないくらいの角度だけど大丈夫かな。すごいよね、あれ。え、しかもほら、下なくなるじゃん。本当だ。無理。え、どうしよう。わぁ、すごい。わぁ、透けるよ。わぁ、わぁ、じゃあ下が。ねえ、部長でしょ。怖いよ。部長しっかりして。高所恐怖症なんだよ。ほんとほんと。え、やばい、何かまみちゃん。でもみちゃん、でもみちゃん。怖い。だって下、やばくない？下ですよ。やっぱダメだ。やばい。動けない。すごい急ですけど。うわ、下見た。やめてやめて、手震えてきた。どうしよう。あ、足つきそう。わあ、まあ、やれて。来ましたよ。はい、ちょっとずいぶん登りましたね。結構急でしたよね、うん、怖かったです。一瞬結構スリル満点、ね、でも私登ってて思ったんですけど、うん、あの降りてくる人見ててやっぱ服装違うなと思ったんですけど。そうだよね、やっぱ違うなみたいな、はい、みんな結構派手なね。でもね、その気合はね変わりました。大事。ありがとうございます。大事。おー、よかった。ゆうなのこのいろいろ捨てたこの格好、はい、すごい。何これ、一望じゃないですか。すごいね。うわ、でもさ、すごいなって思うのがさ、うん、こんなに景色のいいところに来てもさ、ぼやけちゃってんのがアイドリングだから。確かに全然何が何だか分かんない。でもなんかすごいなってなんだけど、ね、高いところに来たな。そう、それは分かる。でもこれ以上行くってことですもんね。そうだよ、ね、ここから登るから。もっとですよ、これ以上のものを求めて。次はみんなの足で行きましょう。はい、いよいよ。これさ、坂とさ、階段どっちがいいんだろうね。私は階段派。梅子さん絶対これ当たりですよ。みんな杖買えばよかったね。確かに。ああ、すごい、まだこんな景色歩いてる。いや、結構だよ。ライブとかやってんのかな普段。本当だよね。よくこんだけのさ、はぁとか言うのにライブできるよね。逆に筋肉となりそう。ふくらはぎがムキムキはやばい。なんか新幹線の CM って感じ。あ、わかるかも。わかる。ここを抜けたらよくさ、高尾山へ行こう。行きたいって。でもなんか涼しいから登りやすい。歩きやすい、ね、いいです。今から 2,3 時間ぐらい 2,3 時間ぐらい登るよ。山登り。すいません、河村さんの杖を武器に使うのやめてもらっていいですか。用途違うんですけど。やっぱ富士山って厳しいのかな。いやいや、部長、部長頑張ってくださいよ。富士山、富士山。でもなんかさ、ちゃんと歩きやすくなってるからいいよね。そう、登りやすいね。ゴールがどっかわかんないからすごい。すっげえ、キノコ生えてるよ。でも山登るんですか。あそこ。うわ、
このつえいいね、やっぱり。あそこにキノコじゃない、あれ違う、うん、木の枝に。すごい、奥に、奥のキノコ。あ、キノコ入ってる。しめじみたいなの入ってる。あ、白いやつ。え、すごい、すごい。キノコさん、ちょっと取ってきてくださいよ。これでキノコ、おやつ。本番のおかずで。一発で取れちゃう。ダメだよ。キノコ。なんかさ、あの休憩所みたいなところがすごいあのちょくちょくあるからいいよね。いいですね。ね、なんか好きなタイミングで休憩できるよね。うわ、楽しみながら上がれる。大好きだ。団子美味しい。いいね。楽しい、飽きない。帰りなんか買いたい。買いたい。でも帰りヘトヘトでみんなも大丈夫です。逆にみんな杖買うんじゃない。もう帰りダメだ。あ、これである。サル園、これだ、噂のサル園。本当にいるの？なんだいサル園って。サルがたくさんいるのかな。え、自然のサルですか？え、本当にサル園です。はい。なんかお猿さんがいっぱいいるみたいなので、せっかくだからね、ちょっと寄り道して、会いましょう。会いました。行きましょう。はい。すごいね、メンバーで猿を見に来るって。すごいすごい、本当にたくさんいる。ほら、梅子のこと見つめてるよ。めっちゃ見てる。ちょっと結婚しよう。やばい。ついについに。難しい。違った。え、すごい。え、すごい。え、ちっちゃい。え、ちっちゃい。かわいい、あの子。すごい。かわいい。キヨピョンピョンしてるよ。え、普通にかわいいんだけど。じゃあせっかくなんで、はい、みんな餌をあげましょう。やったー。こっちはこんな感じ。誰かにあげなきゃいけないの。レア。レア。え、なんだ。待って、梅子。どうですか。あれ隠れてる子、隠れてる子。レア。レア。レア。あ、あの子。レア。はい。こんな。おお。レア取りましたよ。あのボスザル的なのはアミじゃない？ほら、あそこのほら真ん中。アミちゃん。アミちゃん、あ、振り向いた。アミちゃん、ほれほれ、エサ。私はそんなもの食べません。アミちゃん、そっか。アミちゃん、食べない。アミちゃん、焼肉から食べんの。あ、トンちゃん。何？あの、うん、山登りのポイントとか、うん、ちょっと聞きたいなと思って。ぶちゃくないですか、やっぱり。ポイントは楽しむ、以上。初心者だな。違うの、これからみんなで作っていく部活だから、みんな無知なの。とんちゃんもです。今日でみんなと学ぶの。やけにとんちゃんのバッグちっちゃいもん。そう、確かに。ぶっちぎりすぎて、ちっちゃいもん。何にも入ってないよ。何にも入ってないよ。これから詰めるのって。なんか神聖な場所って感じするよね。なんて読むんだろう。なんて読むんだろう。マンキー。3万。あ、ちょっと今どこら辺？え、何？まだまだじゃん。トンちゃん。さっきあれがね、ポイントつけますよ。ここ行きたいのに、まだこんなところですよ。まだこれしか進んでない。まだね。これからですから。ギリですよ、今部長。山なめポイントついちゃいますから。部長につかないよ、山田。つかない、部長にはつかない。なんでつかないの。部長がつけるから部長はつかないの。めっちゃ笑顔じゃないですか。いい音。いいね、なんだか。でもなんかいいですね、パワーもらえそう、ね、楽しい。結構もうかこの時間、ほらみんなご飯食べる前に登って帰ってきてるんだよ。あれ、え、ちょ、この流れに沿ってとか言って。下山しましょう。でもなんか頑張ったから見れる景色楽しみじゃないですか。ね、楽しみ。しかも晴れてきましたよね。ね、やっぱあれじゃない、上に上がってるから。あ、なんか雲が、うん、そういうことか。あ、上綺麗。ちゃんとしたホール持ってくればよかった。確かに、ね、うわ、今日こそだ。でもちょっと重いよね。重いから
何も入ってないですよね。そう、何も入ってない。ちょっと待って、これもしやこれ鼻って書いてあるってことは鼻くそ？違う。普通さ、触ったら鼻が良くなるのかなとか考えるのに、なんですぐ鼻くそとか言うかな、本当にもう誰のですか、なでかいの。もうそんなこと言ってるとね、ポイントあげちゃうよ、ポイント。やばいやばいやばい、めこさん普通にちょっといいことかと思って言った。ポイントもらう。鼻くそポイント1。そんなポイントないないない。新しい。でもさ、まださっきのところから全然歩いてないよね。そうなの。え、そうなの。そうです、もう頂上なんじゃないの、あと。だってさっきまでがこんぐらいだったら、うん、頂上までこんくらいあったもん。え、はい。え、そこちょ、え、頂上じゃないね、確実に。まだだね。まだ結構先見えますね。マジか。え、すごい。モノマネ、モノマネ。誰のモノマネだと思います。わー、すごい、木のトンネル。誰誰誰誰。え、知らないの逆に。え、名言。もう一回止まっていいですか。うわー、すごい、木のトンネル。笑っちゃってんじゃん。笑うなよ。あ、分かった、はい、どうぞ。メイブー、サツキの方でした。めでー。ごめんなさい、入った。結構みんな黙ってきちゃったからさ、ちょっと盛り上げようと思って言ったことがさ、何にやらないポイントになる。しかももうラミさんが与えちゃってるし、ポイントいつの間にか。ちょっと待って、どんちゃん入るんですか。もう頂上かな。どんちゃんやらないポイントですよ、それ。右でーす。うわー、まさきのんだ。うわ、これもすごい。これは多分300年ものですよ。さっきの何だ。これ300。うわ、命を感じます。本当に。そんなこと言うな。いや、貴重だな。知ってましたか？何やってるの？触った瞬間感じるわけないじゃん。感じる、これ。もうちょっと感じてから言いなよ。何何？え、音があるんですよ、水の音。生きてると。こうやって水がこう、タカ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 タって。する？じゃあ聞こえます？この子しないですね。うん、あんまり。え、でも木によって本当にあるよね。そう、吸い込んでるから。石もあるよね。岩。そう。なんでなんかふんどしみたいなつけてんの？ふんどしって神聖なものだよ。なんだっけ、なんであの長いとつけんの木に。あのあれだよね、あ、1000年、1000年に近いものが立ち並び、都内で本当に例のない並木となっており1000年。1000年、1000年も生きてるんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。恐竜はいましたか？それもっと前じゃない？もうちょっと違うか。すごーい。あ、着きました。もう何？ここがあれじゃない、通過してる、あの、厄払いじゃないの？厄払いたい。厄払いの時からちょっとつまずした。厄払ってください。すごい。あ、天狗。あ、天狗さん。うわ、本当だ。え、天狗ってああいう感じなんだ。めっちゃ肌高い。どうしたの？ちょっと今ちょっと恥ずかしいな。みんなに見られてちょっと。後ろ。山田ポイントじゃないですか。これ山田じゃないですか。山田ポイントじゃないですか。こんなさ、こんな周りさがで山田ポイント。リスペクトしてんじゃん今。すごいよ。正確にやるとさ、こうですか。こうじゃない、こうですか。こっちもあるんですか。こっちだ。ちょっと舐めてます。持ってるものが。あ、もうこれ山舐めだわ。ちょっと待ってよ。こんな新鮮な場所で。今ちょっと盛り上がったじゃん。違うのこれ。並ぶ。お金めっちゃ洗いたい。あ、ちょっとお金持ちなれる。すぐ洗うよね。
増やさないと。意外か。いくら洗おうかな。あ、すごい。オッケー。お金が喜んでる。え、そうなの？なんかすごい冷たい。これどうすればいいんだろう。でもなんか綺麗になりました。すごい。え、これこれどうすんの。資本金としてお持ち帰り。資本金って何？どこかこれ。え、使っちゃいけないの？このお金。でもさ、使った方がいいって言わない？じゃあお団子買いたい。よーし、使おう。まあ、これをくぐってからあっちの輪を右左に鳴らしてこう願い事をするってことです。いつ願いをする？あそこで多分ハンカンって言うんだ。あ、鳴らした後にお願いするんですね。え、すごい。くぐ、じゃ年功序列でくぐりましょう。年功序列、梅子から行く。じゃあそうだ。じゃあ梅子で部長から行きましょう。よし、行ってらっしゃい。はい、とんちゃんがくぐってしまった。ハワイのイメージビデオ。何してるの？行くよ行くよ。わ、なんか違う感じしますね。なんか違う気がする。はい、カレンの声が治りますようにと。なんだろう。え、なんかすごい。この後ろにあるですね、このタコ、はいはい、木彫りのタコを持ち上げると開運になるらしい。で、置くと合格。置くと、うまいな。置くとパス、いただきました。はい、なんで、まあ、せっかくだから、はい、まあ、学校のテスト合格とか、まあ何、面接合格とか、いいね、みんなあると思うから、はい、やります。はい、やりましょう。じゃあ、先やっちゃいますね。いいです、はい、せーの。え、重そう。合格。すごい。これ何ですか？え、それいいあるんですか？いいゆるさですよ、登山部。いいよ。いいですね。すごい。行ってきます。お、合格。いい。やったー、合格。お父さん、ねうちのお父さんに似てんだよ。なんてこと。じゃあお父さん持ち上げて。お父さんを考えて。はい、ゴーカク。イエーイ。はい、どうぞ。いきなりゴラムちゃん、はい、わ、ちょっと触っといた方がいいって思いますね。ちょっと思っちゃった。うちのお父さんの頭を。いやいやいや、なかなか触れないよ、お子さんのお父さん。ちょっとやべえよね。はい、いきますね。あげて開運、はい、置きます。合格。おめでとう。おめでとう。開運合格した。もう大学行きたいとか思ってるんでね。そうだそうだよ。いいじゃない。ちょっと本気で今結構念を入れてゆっくり。そうだよ。優しく。そうよ。何が梅子のお父さんの頭だかも。そうだ。真剣にほら。頭触ってる気分にしかどうもなれなくて。はい。本堂を登ります。はい。わ、開運だ。厄除け。よーし。行きましょう。急ぐとも止まって位置で。なるほど。セリナの壁だけちょっと症状が。あ、きつい。結構辛いよね。
めんなさい。あとちょっとだ。頼もしい2人。あれ山頂？嘘本当？嘘でしょ、だって20分って書いてあったよ。嘘、まだ2分ぐらいしか経ってない。山頂すごい豪華だなと思ったよ。あー違うか。バカが。すごいね、やっぱさ、こういう声で女子の差って顕著に現れるんだよ。だって杖持ってもだもん。今おばあちゃんとおじいちゃんが同じ会話してました。おばあちゃんがもう山頂ってバカ20分で書いてあったらおじいちゃん突っ込む。めっちゃ面白い。同じ会話。あと15分。あ、もういい感じ。みんなあと15分頑張って。楽しい。山頂についてすごい時間が。階段だ。嘘、こっち山頂。いや絶対さ、山頂じゃん。山頂か。せーの。すごい、みんな見事に黙る。階段は黙っちゃいますね。山の辺あたりかまた登ってますね。ああ本当だ。わあ、なんかでも山っぽいね。でもなんかこういう方が好き、うん、ね。こういう本当自然のところ、階段より。うん、もうすぐなんだね、きっと。山頂だ。山頂っていう案内いっぱいあるもんね。あともう少し。ゆうな結構限界来てるでしょ。なんですって。ゆうな結構来てるでしょ。いや来てないし、普段もう歩きますから。え、言うてももう19ですよ。いや、ゆうなさ元気要員のはずなんだけど。そうなんですよ皆さん、これは行きましょう。元気もほどがある。まだまだいける。もう元気出てきちゃった。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。みんな大人たちが余裕で登っていく中、なんでこんなヒーヒーってな。いやちょっと行きたい、早く行きたい。わわわ、あれあれだ、出たぞ。から元気、皆さんラブで。から元気出しちゃったら映んないから。そうだぞ。ねえねえゆうな、映ってないよ。映ってないよ。瞬間移動ですから。え、瞬間移動ですから。瞬間移動だもん。もう少しですかね、山頂。もしや、もしや。館長って言ったよ。誰が。、ね、なんでそういう発想があるんですか。もう館長って言いましたね、私。あれ、何、ここじゃない。これ何、あ、ここじゃない。いや絶対そうだ、次こそ山頂。このラストスパートの上がる感じがいいですね。みんなラストスパートだよ。頑張ります。頑張って、はい、今日一番の元気出して。はい。わ、絶対そうだ。でもドキドキしてきた。ね、なんか天気もいいから。どんな景色が広がってんだろう。やばい。うわー、やばい。楽しみ。ちょっと楽しみ、本当に。ね、なんかいきなり元気出てきたよね。出てきました。あと、あと30分ぐらいですか。あと。あと少し。もうちょっと、本当にもうちょっと。わ、見えてる、見えてる。見えてきた、見えてきた。山頂っぽい、山頂っぽい。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 じゃあみんなでさ、一列でゴールしようよ。どれがゴール？ここ、ここ。いいよ。せーの。イエーイ。はい、山頂。完成。イエーイ。これはすごい、来ないと見れない。すごい、ユイも高いところにいる。綺麗、一番上にいる。山より一番高い、ね、なんかすごい空気が違いますね。でも一番上すごい、すがしい。ということで登山部初の登山、無事にたどり着きました。イエーイ、成功。乗り切ったぞ。すごいね。みんなどうだった？楽しかったです。楽しかった。いろんなね、うん、神社だったり、もちろん、うん、そう、あったり。ラブちゃん、初の登山。そう
た山登りと全然違くて、もう行く先々で楽しいことがありすぎて、あ、こんなに山登り楽しいんだって思って、なんか結構山登り好きなんだっていう方いっぱいいるじゃないですか、うん、その意味がすごい今日分かりました。そうね、なんか良かったよ、楽しかった、楽しかった、大丈夫ですか？大丈夫、全然このこれが守ってくれて今日大活躍です。シールも外さずにね、最後まですごいですよこいつは。これあの今後も大事にして、大事にしますね、これあの今後の活動もしていくので。そうですね、はい、とりあえずあの今日、はい、そういえばあの登るのに必死で最初に言ってた忘れてた山なめポイント、あら山なめポイント、全然途中忘れちゃったんですけど、いやなんかやっぱそこはやっとかないと。そうですね、はじめとして、ね、そう、でも全然考えてなかったのよ、はい、罰ゲーム的なもの、はいはいはい、考えてなかったの。そうなのよ。え、あ、そうなんですね。登るのに必死でね。あ、そう、あらら、じゃあどれだ、梅子かな。いやいやいや、梅子だよね、梅子さんでした。この人でしょうよ。いやいや、私1回しかないですけど、梅子さん何個か三角がいっぱいいますそうそうそう、うん、0.5 ずつ溜まってますから。あれが山鍋ポイントなの。あれ山鍋ってましたよ。頑張った結果なんだけどな。じゃあ梅子には、じゃあせっかくだから、はい、山に向かって何か叫んでいただきましょう。おお、どうでこんなに感動なんだよ。あの普通に恥ずかしいやつだったけど大丈夫です。結構ね人多いの。じゃあちょっと心の声を。はい。今日のこう総括、うん、人の目とかこう、うん、あった上で。オッケー。もっと売れたー。恥ずかしい。人すごいから。結構います。じゃあせっかくなんで、はい、ここら辺で、はい、運試ししたいと思います。しました。うわ、みんなでおみくじ引きます。はい、え、どのおみくじがいい？4人あるからみんなできそう。あ、みんな違うの？できそうじゃない。じゃあなんか面白いね、いっぱい種類あるんだね、おみくじって。これ一気にこれやる、これやろうよ、みんな。確かに、なんかね、あ、そうだよ、ほら、え、すごい、つけるんだ、800円。そうだね、ますね、はい、どうぞ。え、どうぞ。はい、いいよ。はいはい、ドキドキする。はいはい、みんな引いた、はい、じゃあ一斉で、中吉、中吉、大吉、おー、すごい、やったー、中吉、一緒だね、末吉あれ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 、おかしいな、通りで、通りで、どこ見て通りでですか。あ、でもこれ面白い、これうちら一緒だけどさ、書いてあること違うかな。あ、違います。違う、違うよ、ほら、本当だ、20番私10番。お、すごい。え、ちょっと大吉、ちょっと、はい、大吉、願い事、高望みでも叶う。すごい。あとは金運は絶好調です。これひどいんだけど。願い事、願いは叶いにくいが焦りは禁物です。恋愛、どうすればいいんだろう。恋愛、諦めたり妥協したりしてはいけません。忠告みたいになってる。私金運、ギャンブルに手を出せば大損します。じゃあ控えて控えて。しないです。私なんだろう、あ、でも私願い事、うん、努力をすれば叶います。おお、実るよっていう。嬉しい。もう勉強するしかないね。あ、そっちです。さっきほら祈ったから。でも、はい、そうですね。出会い、はい、出会いは少なく発展しにくい。これ本当に中吉ですか？私、梅子さんと同じ中吉なんですけど、出会い多くありますが親密になることはないでしょう。面白い。多いんですけど。味悪い。私かけてきた。ないないない、ね、行動ね。行動っていう項目。より強い精神力を養うために武道を始めてみるのが良いです。いいじゃん。なんか始めようかな。武道部、ね、次月刊武道部。どんだけ部活作るの？